はようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂手五郎です。マテリアルのあゆみです。カモンユミラです。よろしくお願いします。この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。今日は滑舌悪いぜ、イエーイ、イエーイはい、GW、はい、終わりましたよ。終わりましたね、終わりましたね、本当に長かったよ。っていうかね、俺ずっと旅してました。はい、そして、今朝朝方帰ってきました。はい、おかえりなさい。ただいま、はい、朝3時に家着きましたんで、だいぶ、はい、なので滑舌が回ってないという、言い訳しときます、はい、おいしいもん食べました。それやねんな。だからどこ行ってたかというと、3日4日5日と、高知の、安田町っていうところにあります、大新劇場さんっていうね、山の中なんですよ。本当にね、本当に山の中で劇場以外何もないの。であるのはもう真横に通ってる安田川ってすごいね、川清流、ものすごい川幅もものすごく広くて、水量もものすごい多い安田川という川が流れてるんですよ。かなり大きい川、大きい川です。でその川にアユやらウナギやら川エビやらおって、へ、いや本当本当めっちゃ綺麗、ね、そうめっちゃ綺麗なんですよ。でその大新劇場さんで、まあ、カバーをね、上映するということで、4月の28から5日まで、プラス7日っていう形で、8日間かな、上映を、していただいた中で、3、4、5の、舞台挨拶の時に、トモローね、実はサプライズ上映という、はい、やっていただきまして、はい、たくさんの方にご覧いただきました。もうまずね、館長の豆さんと呼ばれてる、小松館長がいらっしゃるんですけど、この方がちょっとビビったぐらい人が来て、でその劇場の前にすんごい車の車列ができてしまって、もう駐車場に入れへんから、もうみんな縦列駐車でこう並べてるみたいな、そんな状態で、はい、たくさんの方来ていただきました。本当にありがとうございました。はい、もう本当その晩にですね、川で取れたもんやら、山で取ったイノシシやら、もうめちゃめちゃ美味しかったです。はい、はい、でその後広島行きました、で広島の本当にあれですよ、原爆ドームとかすぐ近くにある、人町プラザっていうところの天室収室 A っていうところで、ドラゴンがね、多分そんなけえへんやろなと思ってたらしくて、そんなに広い部屋でやってないのよ。キャパ最大が60名やねんけど、スクリーン立てると50人ぐらいっていうところでやらせてもらって、1回目に58人入られて、もう無理やり60席しかほんまにないのに、もう無理やりなんとか8席作って、立ち見にはせずに見ていただいてみたいな。それでも帰ってもらった方がいらっしゃるぐらい。だったんですよ、でまあトータルでかなりな人数見ていただく形になりました、もちろんそこにトモルの方も、トモルを見に来ていただいた方もすごいたくさんいらっしゃいまして、はい、広島でも本当にありがとうございました。はい、またですね、今週があれですからね、泉大津のアストホールで、上映になりますんで、今週もまた、ありますし、はい、そして今月は月末が、なんと吉尾最後になりますので、そのラスト回に向けて、はい、たくさんの方にねまた来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ということで、はい、今日は5月13日と、はい、5月13日はどんな日なんでしょうか。はい、この日なの日です。今日はレイストームデーです。レイストームなんじゃみたいな、2月14日のバレンタインデーから88日目、88夜の別れ霜にちなみ別れ話を切り出すのに最適な日、または別れ話を切り出してもいい日などとされています。はい、メイストームとはその名の通り5月の嵐ですね、を意味します。日本において5月頃主に、温帯低気圧の急速な発達により、強風や大雨をもたらす気象現象のことです、はい、メイストームということで和製英語ですね、はい、日本だけで言われているそうですが、梅雨って意味やろ、梅雨、そういうことよね、梅雨、梅雨の
そうですね、5月頃、そうですね、うん、はい、で、あの88夜の別れ相撲は別に関係ないんよね。そうです、立春、いや、というか立春というより、まあまあ立春から、88夜が、はい、その霜が降りてくる時やから別れ相撲って言われてるという話にちなん で、はい、バレンタインデーから数えて88日目ぐらいのこの5月13日っていうのを、うん、別れ霜の日としてメイストームって勝手に呼んでるという意味ですね。はい、そうです。別れを切り出してもいい日ですよってことですね。あの14日、はい、2月14日は付き合いましょうって言うてええねんけど、はい、88日経ったら別れてもいいよって、すごいシステムやなこれ。すごいシステムやな。そうですよね。え、これは浸透してなくてよかったなって、うん、浸透してないから、そうやね、すごいよね。だから2月14日に付き合ってください言うて、うん、3月14日にありがとう言うて返して、うん、で5月13日にバイバイってしてて、すごいな、うん、激しめですね。だいぶ日本人なんか別れたりくっついたり激しいな、うん、はい、でもそういうことがないと、うん、きっかけがないと日本人って言えなかったりするのかなっていうのはありますよ ね、うん、あ、なるほどね。好きですとか言いなかなか言えないとかっていうのが日本人、はいはい、独特なものなのかなって、はい、別れたい方、今日がいいらしいですよ、はい、いい日です、はい、はいはい、そしてもう一つ、はいはい、カクテルの日です。お、はい、1806年アメリカニューヨークの週刊新聞、うん、バランス&コロンビアリポジトリというね、はいはい、新聞があります、うん、はい、それにカクテルという名前の名称が初めて登場した日という、おお、あ、新聞に初めて登場したの、はい、で5月13日号に読者からの問い合わせに対して、うん、カクテルの定義が初めて文章化された日となっていまして、うん、アメリカでは5月13日がカクテルの日として多く知られているそうです。なるほど、うん、カクテル定義がある、うん、カクテルの定義、なその定義知りたいね、うん、まあ、また今度調べたぜ、はい、でちなみにさ、ちなみにさ、はい、この13日、5月13日って、うん、もう一個さ、はい、トップガンの日ってあの知ってる、トップガンの日これ笑うでしょ、あのトップガンですよ、あのトム・クルーズの、でそれが、1986年に、はい、5月16日に公開されるんですよね、うんうん、5月16日そうそう16日で、なんでか分からへんねんけど、あの5月16日公開の、に近い日に、トップガンの日を設定したっていうふうに書かれてんねんけど、うん、なんで3日前にしたかは理由が分かりません。そこ知りたいねんけど、なんでか16日で13日らしいんですよ、うん、トップガンの日が、誰か知ってる方教えてください、はい、でそしてここまで言ったら気づいてる方は気づいてると思うんですけど、うん、はい、トップガンはトム・クルーズ、うん、カクテルっていう映画もありましたよね、うん、はい、めちゃめちゃ流行ったもんね、あれも、うん、ね、はい、あのこうシェイカーでシャカシャカってやって、うん、であのこう背面って後ろ側にピューって放り投げてパシュって取るっていうね、あれかっこよくてみんな真似しようとして失敗してギャーってやるとか、カクテルの映画の NG シーンとかもね、うん、あ、はい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 、後であるじゃん、うんうん、トム・クルーズとか、はいはいはい、ビーマーってるやつとかね、いやだからあれ、まあ、要はこの日なんでかわからんけどトム・クルーズにちなんだ日やなっていう、なんか、そうですね、5月13日はもうトム・クルーズの日にしたい。ということで、カモンマテリアルでは5月13日は、トム・クルーズの日ということになりましたので、はい、よろしくお願いします。よくからけど、はい、はい、はい、以上です、ということで、はい、まあ、このプレゼンありかなしかなんですけども、はい、今日はですね、またあの監督のインタビューをさせていただきました。しかもですね、これすごいんですよ、うん、27歳、うん、27歳です、若いです、うん、若いんですけど、ね、撮った時でまだ25歳の時に撮ってます。でこれがですね、去年2022年、うん、ね、ピアフィルムフェスティバル、うん、2022の、なんとグランプリ作品、グランプリなんです、はい、映画、J005311 というね、うん、もうね、とりあえずタイトル見せられた瞬間に、すいません、これなんて読んだらいいんでしょうっていう、なんてお読みすればいいんですかっていう話なんですけど、これがどんな意味のタイトルなのかっていうのは、ちょっとこれインタビュー終わってからお話します。お話しますけど、とりあえず見てほしいなとは思うんですけど、もともとですね、役者をやってらっしゃった河野裕樹監督
うん、まあ、今回の監督のね、河野裕樹さんが2021年でもう役者というか芸能界からもう全部引退しちゃおうって思ったらしいんですね、うんうん、で思って、でも最後に映画を一つ撮ってやめたい、うん、っていうことで、まあ、心の残りがないように一本作りたいということで作った作品がこれで、うん、でそれでいきなりピアを取っちゃった。すごいな。初監督作品でピア取りました。うん、はい、まあ正直言います。僕もこの作品をピアが選んだっていうのを、うん、知った時に、あ、ピアってすごいちゃんと頑張ってるっていう気がしました。うん、あのどういう理由なのかは、インタビュー見ていただいた後にまたいろいろ話したいと思うんですけど、まずは、予告編とインタビューをご覧いただきたいと思います。それではこのプレゼンありかなしかスタート。100万円差し上げるので、あるところまで連れてってほしいんですよ。変な仕事じゃないよな。はい、本当に送っていただくだけです。それでは映画 J005311 の監督でいらっしゃいます河野裕樹監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、非常に読むのをためらうというか、なんて読むんだろうって一瞬思ってしまうタイトルなんですが、この作品は一体どういう作品なのか、まず監督から簡単に説明していただいてよろしいでしょうか。主人公の男がタクシーを拾うんですけども、断られてしまって、そうこうしてるうちに目の前にたまたまある一人の青年がひったくりをする姿を見てしまって、でその男が青年をひたすらに追いかけて、なんとか鉢合うと、その男の方から100万円を渡すので、ある場所へ送ってほしいという頼み事を青年にするんですけども、それをしぶしぶ受けた青年の2人の、まあ、奇妙な旅路というかロードムービーのような映画になってます。はい、その通りですね。はい、その通りですね。はい、全くその通りだと思いますね。はい、あのタクシー自体は仕込みじゃないんですよね、多分。じゃないですね。ね、だからこの作品ね、面白いのが、あの半分ドキュメンタリーに近いんですよね。ね、カメラも手持ちでずっと長回し的な感じでずっと言ってるのを、最後多分編集されたんだろうなというような形にはなってるので、はい、まあもちろんその行った帰ったみたいな切り返しみたいなのは多少入れてらっしゃいますけど、編集上の問題で、はい、基本的にずっとカメラがワンカメで追っかけてるみたいなノリになってるっていうところが面白いなと思うんですが、そんな内容よりも僕が一番気になるのは、これ監督なぜこの作品を、まあこれ初監督作品なんですよね。はい、そうです、ね、はい、なんでこの作品を撮ろうと思ったんでしょうか。もともとは主人公の野村和明という役者と、まあ8年前からの友達なんですけども、はい、僕はもともと役者を目指し始めて、最初に養成所に入ってた時に、それの同期がその野村和明というあの役者なんですけども、で結局その養成所を卒業してから、最初は2人で共同で監督脚本で映画を作ろうという約束をしてまして、
それがまあ6年前とかなんですけど、うん、でそこで一回考えてたんですけど、なかなかうまくいかずに一回ボツになって、うん、でそのまあ日が流れていきまして、うん、でこの作品が2022年の3月に撮影したんですけど、はい、その前年の21年頃に、うん、もう僕の方がちょっと役者とかそういう映像業界からちょっとまあ身を引こうと思いまして、うん、でその前にまあ一応一作品だけは自分の中でその作品を残したいと、うん、僕として残したいっていう思いがあったので、うん、まあちょっと後悔しないようにもう一回その野村を呼んで、うん、もう一回作んないかと。ただ二人でやってもまた二の前になるので、うん、相方の野村も監督をやりたいという思いがあったので、うん、じゃあその別々でやりたいことを脚本で落とし込もうということで、二人で別々の脚本を書いてて、で一応先に形として僕の方からできたので、僕の方から撮ろうと最後に、うん、はい、思いました。なるほど。はい。でそんでそこへ協力してくれたのが撮影の方と音声というかの方が4人でっていう感じなんですね。はい。その2人はなんかどういう流れで入ってこられたんですか？スタッフは全部で2人でカメラマンと録音の2人なんですけど、はいはい、カメラマンは、佐野光っていう女性の子なんですけども、はいはい、で僕の高校の頃の同級生でして、うんうん、まあ、たまたまそのカメラを扱ってる仕事をしてて、うん、まあ、主に MV をやってる子で、うん、はいはいはい、映画の撮影とか一回もやったことないっていうことだったんですけども、うん、まあ、日頃ちょっとつるんだりもしてて、でカメラも扱えるっていうことで、うん、まあ、撮影はその佐野さんに任せようと思いまして、はい、で録音の榊優斗さんっていうのは、はい、そのこの方も監督を自主で普段撮られてる方で、はい、でその方の作品に僕が以前出てたことがあって、うん、それのつながりで録音をお願いしたという流れです。なるほど。まずその役者を辞めようと思われたのは、なんで辞めようと思われたんですか？その9年前ぐらいに、はい、最初志したんですけど、はい、まあ、はい、そのもともと僕がこう人前で何かをするっていうのが、うんうん、極度に苦手な苦手、うん、でして、はい、ただなんかまあその役者っていうと、もちろんみんなの人前で芝居をするっていうことなんですけど、うんうんうん、自分の中でそんなことはもう考えられないくらいの本当ことなんですけど、はい、まあ、最初始めたのも、うん、まあそのなんていうんですかね、見切り発車じゃないですけど、うん、とりあえずそこまで映画を見てたわけではないんですけど、うん、まあ、ちょっと好きだったっていうこともあって、うん、でまあ将来はそういういわゆるサラリーマンとかにもなりたくなかったんで、うん、まあとりあえず役者を目指そうと思ったのがきっかけなんですけど、はい、まあとは言ってもやっぱ続けてるとそういう気持ちも変わることなく、やっぱ芝居が苦手で、なんか一回も楽しいと思ったことはないんですよね。ただ 99% やりたくないけど 0.1% やりたいみたいな気持ちがあって、まあ矛盾はしてるんですけど、はい、でやっぱそういう気持ちでいるとやっぱこう耐えられなくなるというか、精神的にちょっときつくなってきたのが、うんうんうん、そのまちょうど2021年ぐらいで、なるほど、もういっかということでやめよう、はい、でもね、作品とか出てらっしゃいますよね。もちろんそういう時はちゃんとやるんですけども、うんうんうん、なんかでもやっぱりしっくりこなかったんですかね。なんかまあ単純にきついなっていうのが、まあまあまあそうですよね。やりたいだけじゃなかなかね続かないし、仕事でもあるんでね。なるほど。で心残りを残さないためにこの作品を撮ってみたってことなんですけど、この作品でこう一番こう伝えたかったことというか表現したかったことって何なんですかね。あんまこう言うと元も子もないんですけど、うんうん、やっぱりテーマとか、うん、何を伝えたいっていうのは正直一切なくて、うん、まあ、強いて言うなら優しさっていうものを表現したかったというか、うん、なんかその映像の中に押したかったっていう、うんうん、なるほど。優しさですよね。この作品は 99% 我慢なんですよね。うん、すごいこう、しんどさがすごくいろいろなところから伝わってくるというか、そういうカットがすごい続くと思うんですよね。はい。でも、そのラストに来る、その優しさが
その 99% のしんどさを全部あの丸め込んでくれるというか、まあまあそういう作品だと思うんですよね。ぜひこう見てらっしゃる方にも、僕は最後の 1% のところにぜひたどり着いてほしいし、たどり着けば今おっしゃってるその優しさっていうところが確実に絵として見えるので、そこまでみんなにたどり着いてほしいなっていうふうには思いますね、僕もね。はい、ありがとうございます。でどっちかっていうとやっぱあれですか、じゃああのラストのあのカットから思いついた感じですか？細かくは分かんないですけど、でも、うん、あのラストカットをやりたいっていうのは一番あったような気はしますね。ね、ね、ね、そうですよね。僕もあれ見た瞬間、あ、これがやりたかったんだってすごい思いました、はい、ね、人生の中でいろんなことってあるんですけど、まあ、多分まだまだその今27ですか、だから まあまだまだこれからいっぱいいろんな経験されると思うんですけど、まあ、そんな中で撮った最初の作品がいきなりこうピアでグランプリを取ってるっていうことなんで、きっとまたいろんなことが起こってくるんじゃないかなと思いますんで、まあ、その辺また期待して、はい、あのいたいなと思うんですけど、これまた次の作品撮ろうとかっていうのは今考えてないですか？一応もう一個やりたいことがあるので、うんうん、なんとかそれはもう一度映像にしたいなっていう思いはあります、うん、なるほど、そうですか、わかりました。じゃあもうぜひまたその2作目もね、はい、期待しておりますので、じゃあ最後にですね、見てらっしゃる方に、メッセージを一言監督からお願いいたします。この J005311 という作品はいわゆる娯楽作品とは真逆の作品で、まあ、あのもしかしたらちょっと見づらいとか眠くなっちゃうとかいろんなこと思うかもしれないんですけど、なんとか最後まで見ていただけたら、それでなんか感想とかもしありましたら、なんか SNS とかで投稿していただけるとあの嬉しいです。はい、はい、割とフィルマークとかではね、かなりいいコメント多かったですけどね、僕が見てもらったやつもすごいいいコメントが多かったんですけど、あの、まあ、確かに娯楽作品とは一線を画する作品なので、娯楽作品と思っていくとちょっと違うっていう話になるかもしれないですけどね。でも、うん、最後のそのね、ラストカットのところがおそらくそこまでたどり着いた人っていうのは、持って帰るものは十分あると思いますので、ぜひ皆さん見ていただきたいと思いますね。はい、うん、ということで、今日は、映画、J005311 の監督でいらっしゃいます河野弘樹監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、はい、ということなんですけども、この J005311 というのは何かというと、2019年にドイツの天文学者が発見した白色矯正っていうんですけど、白色矯正、うん、太陽がもうスカスカになっちゃって、スカスカになっても光も何も放ってないやつが2つどうやらぶつかったらしいんですよ、うん、でぶつかったことによってなんと今太陽の4万倍の光輝き方をしてるの。太陽の4万倍ってどんなもんや。怖い怖い。もう、まあ、まあとりあえず見ただけで目つぶれるってやつ、ね、うん、なんかやばいね、燃えてしまうとかね、うん、ですよね、近づいてけない、いやもう近づけないところが、ね、あのそこから秒速1万6000キロメートルの高性風っていうのが吹いてるらしいんで、うん、もう近づいたら一瞬で塵になります。どうやって調べたんでしょうね。だから望遠鏡で、はあ、で、あのスペクトル分析っていうのができるのね、うん、あの要はその光の成分を分析できるのよ、うん、この光はガンマ線とか紫外線とか、うん、あの赤外線とかいうのを分析していって、その光の成分からそこに何があるっていうのを確認していくという、ちょっとあの映画と全然関係ない話なんですけど、はい、でいやいや、あのでどうやら監督はこの作品に その惑星のように、要は2人の、まあ、主人公というかね、あの男が出会うことによって最後に光を、まあ、放てるようになったのかどうなのかというのを見に来てほしいという、そういうことのようです。はい、はい、はい、それであのタイトル、あのタイトルですね、うん、僕も本当に、最初見た時になんだこれって思いましたけど理由を聞いて、ああなるほどねっていう感じではあるんですけどね、はい、はい、そうなんです。
まあ、あのなんせ27歳ですから、うん、なんか僕ももう喋ってる時にもうなんかお父さんがおじさんみたいな気分になってきて応援したくなってくるというか、まあ、あのそんな応援できるほどのあれでもないんやけど、うん、でもすごいよね、うん、初めて監督してですね、グランプリ、ね、グランプリ、で僕はだから本当にこの作品がグランプリに選ばれたっていうのを聞いて、あ、ピアって本当に機能してるんだって、うん、ちゃんと選んでるなっていうふうにすごく思いましたね、はい、あの確かに絵作りはそのいわゆるエンタメ作品のように、うん、あの見やすい絵ではなかったりとか、うん、インタビューの中でも言ってましたけど 99% が我慢なんです、うん、すんげえ我慢させる、うん、あのセリフは少ないわ、あのはっきり聞こえねえわ、あのそれはね狙いなんですよ、うん、実はあのはっきり聞こえてるセリフと聞こえてないセリフがあって、うん、そこは実は狙いなので、音声さんの腕が悪いとかいう意味ではないんです、うん、要するに一切の情報をこう与えるんじゃなくて、うん、その中から何を読み取るかっていうのをずっと強要されてるみたいな感じなんですよ、うん、で一番最後におっていうのが来た時に、うん、これがこれがっていう感じになるんですね、はいはい、というのをまあぜひ皆さんもね、うん、受け取ってほしいなと思うんですが、はい、ということで、まあ、丸バツなので、はい、丸バツに行きたいと思います、はい、ではこのプレゼンありかなしか判定、まあ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 、まあ、あの若者にね、はい、そうですよ、罰なんか出せないです、ね、そうですね、そうです、いやいや、あのまあとかなんとか言いながらもう、うん、あの2作目とかで すげえいきなり全然違うやつ作ってるかもしれないし、ね、うん、まあ何、ね、どんなやつを作りたいかまでは実は聞いてはいないんですけど、また楽しみな ね、監督が誕生したなと思いますし、はい、僕でもこの作品の中で山本っていう役をやってるんですけど、金髪の茶髪の男の方の役を監督自身が演じてるんですけど、まあ、僕あの役作りもすごいいいなと思ってるんで、役者としてもまたねチャレンジしてみてほしいなと思いますけどね。東京の役者さん、そうですね、東京です、東京です、東京です、はい、出生地が大阪なの、生まれたのが大阪、大阪、大阪で おばあちゃん、母方父方どっちだったか忘れるけど、どっちかが大阪でどっちかが京都なんですよ、うん、関西なんですけど、あの向こうへご両親が行かれてっていう感じみたいですね、うん、だからまあ大阪とか関西には馴染みがないわけではないけど、うん、もう生まれてすぐに行っちゃってるから全く記憶はありませんって言ってました、うん、そうなんですね、はいはい、また遊びに来てほしいですね、まあ、いやぜひぜひね来てほしいですね、はい、はい、映画、J005311 ですね、はい、の河野宏樹監督、にインタビューいたしました、ありがとうございました、はい、ということで次あゆみ、はい、はい、はい、お店の情報です、はいはい、本日ですね、空と山と緑はるかなる旅路上映しております、はい、今日と明日ですね上映しておりますので、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ、はい、料金が1000円プラスワンオーダー制となっております、はいはい、お時間の方はね、ホームページの方をご確認ください、はい、で詳しい内容とかはね、うん、カモンマテリアルのアーカイブを見てください、はいはい、お願いいたします。そして15日が絆王子と、無限の一歩の、はい、上映がございます、はい、月曜日です、はい、ゲストの方も来られてのトークもございますので、うん、ぜひぜひねそちらの方も楽しみに、来てください、はい、お願いいたします、はい、そして17日が吉尾誕生編でございます、はい、はい、作品をぜひ見に来てください、はい、あと2回です、そうですよ、もうあと2回しかないんで、あと2回です、はい、はい、もう見逃さないように見に来てください、はいはい、そして18日の木曜日は傘の下です、はい、傘の下の上映になります、こちらあと3回になりますのでぜひ、お越しくださいませ、はいはい、そして26日は取り残し、うん、山口博樹監督の取り残しです、はい、こちらの方もね、大変面白い作品となっております、ぜひお越しくださいませ。そして、20日です、20日はドラマフォトハさんのセレクション、はい、ファーストです、ファースト、はい、前回ね、ボタンの花、ご紹介させていただきました、はい、今日はね、後ほど、
ご紹介させていただきますが、はい、5月20日土曜日、21日日曜日、2回上映、2回ずつの上映となっておりますのでお越しください。上まさも来ます。はい、行きます、はい、スペシャルゲストも来るかもしれません。はい、はい、お越しくださいませ。はい、そしてカバが22日カバの日となっております。神本貴弘監督のカバ、本当に面白いので何度も見に来てほしいなと思いますので、うん、何度も見に来てる人がいます、ね、います、はい、でその方毎回泣いてます、ね。はい、なのでね、ぜひぜひ、何度も見に来てください、はい、お願いいたします。そして24日がラストの吉尾となっておりますので、はい、はい、ラストの日はね、はい、あの長崎から、はい、飛んで帰ってきます。本当に飛んで帰ってきますので、はい、文字通り飛んで帰ってきます、ね。はい、飛んで帰ってきて、はい、みんなと一緒に、乾杯ってやりたいと思って、はい、はい、ぜひ、たくさん来てください。はい、お願いします。お願いします。はい、25日も、その下ですね、定期上映ございます。神本貴弘監督のその下です。そして26日が鳥の巣定期上映となっておりますので、ぜひぜひね、すべての定期上映してください。お願いいたします。はい、はい、そして27、28日が、ひのやまフォトハセレクションのセカンドです。はい、はい、こちら3作品の上映となっております。3作品で、毎日、3回ずつ、13時、16時、19時の3回ずつの上映となっておりまして、料金1500円でプラスワンオーダー制となっております。これですかね、はい、あの僕もひのやまフォトハさんを最初に知ったのはこのセカンドの方でやる、今夜新宿で彼女はっていうね、この作品で僕もこの人を知ったんですけど、うん、非常に面白い作品、うん、はい、たくさんの賞、ね、も取ってらっしゃいます。そうですね、すんごい映画祭嵐って言われたぐらいすごくたくさん取ってるんで、はい、はいはい、ぜひこの機会にね、3本見れる機会が本当にないと思いますので、はい、この機会に今夜新宿で彼女はもう30分と、うん、はい、まあ、全体的にサクッと見れます、はい、ぜひお越しくださいませ。はい、はい、5月は以上です。はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。ございます。さあ、行きますよ、はい、今日のグッチャイ。はい、今日のグッチャイは、はい、藤山琴葉さんの、はい、今夜新宿で彼女はです。はい、はい、はい、そうですね、ね、はい、これで僕初めて彼女のことを知ったので、うーん、だから、中之島映画祭のね、方でも、上映された作品なんですけど、はい、僕多分これの中之島映画祭の審査、第二次審査かなんかで、ね、一般の人も見れるやつ、はい、多分これを見たんですけど、うん、衝撃的でしたね、うん、って思ってたら、もうこの人、この作品で映画祭嵐というか、うん、ものすごい数の、うん、そうです、はい、受賞されてまして、はい、新宿での映画祭とか、はい、山形の映画祭とか、うん、ね、はい、数、うん、数々の映画祭を、はい、まあ、主演女優賞も含め、はい、たくさんのところでね、受賞されまして、うん、なんせ一番印象に残りましたね、僕は、うん、はい、はい、主演兼プロデュースされてます、はい、はい、どんな内容なんでしょうか、はいはい、今夜新宿で彼女は元彼氏に電話をかける。反応がない彼にしびれを切らせた彼女は家に押しかける。しかし家の鍵は変えられてしまっていて、ならばどうにか入るまでだと彼女は塀を乗り越えて窓から侵入する。ところが元彼の家にはすでに新しい女がいて、友達のゲイは自業自得よと呆れ顔、本当生きていくのってしんどい、でも歩いていかなくちゃ、そんな無敵女子に送る人間参加。はい、はい、なんかね、ロードムービーみたいな、そうですね、もう、めちゃくちゃやりまくって、なんかすごい、こんなことまでするのみたいなところが本当にね、塀乗り越えるところとかがものすごい、ある意味リアルで、はい、すごい楽しいんですよね、なんか本当になんか日常になんかありそうなことで、うん、それをなんか見てる感じがすごくして、うん、だから女の人はすごい共感も、そうだと思いますよ、うん、で新宿の、ね、中をね、うん、彼女がすごい走り回るんですよ、うん、その彼氏の家のあれもそうなんですけど、うん、で友達のお店行ってから、うん、その要はいろんな場所をこう行ったり来たりする間、その新宿の風景が出るじゃないですか、うん、で最後その自分が行き着くとこはどこ行ったらいいんだみたいな感じになっていくところで、またどう彼女が右往左往して、うん、でどこへ行き着いていくのかっていうところがこの作品のすごく面白いところなんですよね、はいはいはい、見終わった後に本当になんかよかったと思うのか、うんうん、
あ、そうなんだと思うのか、多分ね見る人によって全然違う答えが待ってると思いますね、はいはい、そういう作品でしたね。30分なんですよ、うん、そうです。でもすごくあっという間っていうか、でも見応えがすごくあって、うん、あります、いい作品です。あります、ね、はい、あれですもんね、あのお坂井さんもこれ中之島で見た後、中之島に監督とね、うん、山田加奈監督とお話ししてて最初、うん、で、まあ、マテリアルやる前だったんで、うん、でまあ、上映とかできるんですかって言ったら、うん、いやもう平山さんが全部権利持ってるからっていう話で平山さんと話したりとか、そうなんですよね、まあまあ、だからあの広山さん自身もいろんな自主制作もね、うん、プロデュースをされて、まあ、今回あのその中で福さんの作品をっていう形で出してきていただいてるんですが、うん、今回で3作目の紹介になってるんですよね。そうです、はい、そしてまだまだありますんで、はい、来週も再来週も楽しみにしておいていただければという感じなんですけど、はい、まあ、あの今夜新宿で彼女はだけじゃなくて、はい、まあ、この上映の時は他の作品も一緒に見れるということで、はいはい、で、はい、あのぜひですね、うん、広山言葉プロデュース作品ってどういう作品なのかっていうのをね、うん、楽しみに来ていただければいいんじゃないかなと思いますが、まあ、今夜新宿で彼女は、うん、まあ、これに関しては、うん、あの確実に記憶に残る作品になるんじゃないかなと思いますね。はい、はいはいはい、ということでこれが、はい、5月の27と27、28ですね、はいはい、4時間が13時、16時、19時の3回の上映となっております。これだから3本セットで見るということですね。3本セットです、はい、はいはい、ということですので、ぜひ皆さん、はい、楽しみにして27、28お越しいただきたいと思います。はい、はい、ということで今日のグッチャイでした。エンディングでございます、はい、もう5月も半ば来ました、はい、5月半ばに来たということはもうすぐ1年が半分終わろうとしているというね、早いね、びっくりするよね、もうできるだけ言わんようにしてたんですけど、早いって言っちゃう、言っちゃうよね、言っちゃう言っちゃう。で、まあ、まあまあ次がこの番組の配信が20日でしょ、はい、俺長崎飛ぶ日だし、このトゥルースとかね、ボタンの花とかお上映する日ですよね、はいはいはい、まあ、なのでどんどんいろんな、ね、楽しみがあの、はい、目白押しで待ってますから、はい、ぜひ皆さんまた、この番組とそのマテリアルもね、いろんな、上映作品をね楽しみにしていただければなと思います。はい、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。